ブライトンがちょっと左サイドの形が、フランス代表と似てて、ブライトンにすると、フランス代表ってさ、この、ジルーいて、グリーズマンいて、ラビオいて、チュアメニいて、で、ウィング、デンベレの、エンバペじゃないですか。で、エンバペが張るときは、ここに対して、上がってくるでしょ、ラビオが。で、このまま 4-3-3 で守備するときもあるよね。で、エンバペ中入るときは、テオエルナンデス上がってきて、ラビオバランス取ったりするでしょ。これが、ブライトンだと、三笘、パスカルグロス、エストピニャンが上がってきて、いや、ここいろやっていうふうにパスカルグロスに怒られてるときあるんだけど、今回もあったし。でも、三笘が中入ってるときに、あの、パスカルグロスそのまま低い位置いて、で、相手のサイドバックこう引きつけてるときに、このままこういうふうにエストピニャン出てって、裏で受けるみたいな、テオエルナンデスみたいに、ゴール前にサイドバックが出てくるみたいな形。ってなると、ここにね、こっから流れてくる人いると、中央でね、合わせてくれる人いないから、結局ファーガソンみたいに、まだジルーほど気は利かないけど、やっぱそういう中央で仕事してくれるキャラクターの方が相性はいいですよ。だからこっからファーガソンが今回仕事したけど、点決めれるような仕事とかどんどん続けてったら合うんだろうなと思いますね。監督としてはね、まあウェルペックもこう中で待つタイプのキャラクターだし、昔はちょっと流れる感じだったけどね。まあ海星とマカリスターいて、ここもね、トップ下にも、海星とマカリスターいて、ララーナいて、もしくはパスカルグロスでマカリスターここにしてもいいしとか、やれることいろいろあるから、やっぱりね、あれ見ると、日本代表もね、伊藤、三笘で殴るところに中央で待つ、まあ、上田綺世なのか、大迫連れてくべきだったのか、っていうの見たかったっすよね。ブライトンね、普通に選手のね、質はいいっすよね。質はいいというか、質もいいですよね。逆のウィングのキャラクターが別に、逆のウィングのキャラクターまで気にする必要はないですよ。だって三笘って縦も中もいけるじゃん。伊藤も縦も中もいけるじゃん。あとはサイドバックがそこでウィング、ウィングとサイドバックが1対1になってるときに、外上がってくサポートするのか、もしくは中行くのか、相手のプレスバックの方が早いから、後ろ作ってもう一回やり直すのかだから。そこは気にしなくていいですね。むしろ中合わせる人たちの。で、伊藤とかだと縦えぐって深い位置取る上田とか、ここ入ってきてる選手がいると相手のライン下がるから、そこでマイナス入ってきて決めるみたいな、まあこれエンバペのパターンですけどね。気にしなきゃいけないとしたら、相性っていうより、逆サイドのウィングがクロス上げれるときに、逆サイドでこう、待ったまんま、得点に関与しようとしないんだったら問題ですけどね。ただ今こういう選手トップレベルではあんまいないよね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。Oh.